聖イシュトバーンの王冠処方の国章。中央には、ハンガリーの国章が位置し、外側には、クロアチア、トランシルバニア、フィウメ、ボスニア、ヘルセゴビナ、スラボニア、ダルマチアの国章が配置されている。ハンガリー王冠領、正式には、ハンガリーの聖イシュトバーンの王冠処方、ドイツ語、ダイランダーデアハイリーエンウンナリシンステファンスクローン、ハンガリー語、 ゼントエストバンコロナハノックオースサガイ、A、マジャールゼントコロナオースサガイクロアチア語、ゼムリエクルーンスフェトグスチオパナスロバキア語、クラジェニーツバタステファンズクジコロニーは、ハンガリー王国と、その受属法の集合体を指す、国政概念。1867年にオーストリア・ハンガリーの二重国家体制が、成立して、以降、非公式には、 帝国のハンガリー側半分と呼ばれた。また主にオーストリアの観光庁では、ライタ川の向こう側の地域を意味するトランスライタニエンという通称で呼ばれた。これは、二重帝国のハンガリー用官僚に含まれない地域を指して、ツイスライタニエンと呼んでいた慣習と対応している。ハプスブルク帝国の南部と東部を構成しており、ブダペストを首都としていた。 ハンガリー王官僚の領域には、現在のハンガリー、スロバキア、カルパトウクライナ、バナト、ボイボディナ、ブルゲンラント、トランシルバニア、現在のポーランド領のごく一部、そして現在のクロアチアの大部分をなす中央、クロアチア、スラボニア及びフィーメが属していた。大まかに言って、ハンガリー王官僚の大部分は、ハプスブルク家領のうち、1806年まで、 神聖ローマ帝国に属していた領域外の地域にあたっている。聖イシュトバーンの王冠とは、ブダペストに保管されていた、ハンガリー王権の象徴となる王冠のことを指す。この王冠の起源は、カトリック教会の聖人に劣せられた、ハンガリーの初代国王イシュトバーン一世に遡る。この王冠は現在でもハンガリー国家の象徴とされている。 ハンガリー大平原の領域は、西暦900年頃に、マジャール人によって征服された。マジャール人の大主張アールパードは、アールパード朝を開いた。アールパードのシソニー・シュトバーン一世は、ハンガリー王国を建国し、王国に、キリスト教を受容した。ハンガリーでは13世紀後半に、大多数の貴族が参加する、議会制度が成立し、 議会は国王を選ぶ権利を有した。南隣のクロアチアスラドニア王国の連邦議会も同様の権利を有し、その権利はハンガリー議会の選択に影響されない独立したものだった。1102年、ハンガリーとクロアチアは人的同訓連合を結んだ。両国は13世紀中央のモンゴル人の襲来を、はじめ、アンジュ家ケ及びヤゲオケの下でもポーランドとの 同訓連合、ルクセンブルク家による支配、ヤギエオ家の下でのボヘミアとの同訓連合、オスマン帝国による侵略を共に経験した。1526年のモハーチの戦いで、ラヨシュ2世が戦死すると、ハプスブルク家のフェルディナントが、ハンガリー王として退官したが、ハンガリー貴族の大部分は、同国人のサポヤイラーノシュを国王に選んだ。 以後の150年にわたる内戦において、ハンガリー王冠諸法は、ハプスブルク家の神聖ローマ皇帝が支配する王領、ハンガリー、オスマン帝国が直接統治を行う、トルコ人占領地域、オスマン帝国の俗領の地位に置かれた、トランシルバニア公国の3地域に分断された。大トルコ戦争の最中の1687年、途上にで開かれた、王領ハンガリーの議会は、 ハプスブルク家の移行を受けて、聖意首都バーンの王冠処方の王位継承を世襲制に移行させると宣言した。ハプスブルク家はその見返りとして、ハンガリー貴族たちに相当な政治的情報を行った。議会を定期的に召集すること、ハンガリーは一定の自治権を持つこと、ハンガリー貴族は納税義務を免除されることなどが同時に定められたのである。 この取り決めによってハンガリーはハプスブルク君主国内において特権的な地位に置かれることになり、その地位は1867年の国政変更に至るまで保持された。ラーコーツン反乱をはじめとするハンハプスブルク家を標榜したクルツの諸方機は1711年までに壊滅した。その2年後の1713年に発せられた国事証書により、 ハプスブルク家のハンガリー王冠処方に対する世襲相続権が最終的に確定した。この時、ハプスブルク家の皇帝たちは正式な選挙を経て、聖意首都バーンの王冠によるハンガリー王体冠式を行う手続きを経て、正式に国王になることが定められている。1739年のベオグラードの和訳によって、大トルコ戦争が終結するまでに、 歴史的なハンガリー王国のほぼ全域がハプスブルク家の勢力によって再征服された。その南端部には王国をトルコ人の侵略から工場的に守護するために新たに軍政国境地帯が設けられウィーン政府の直接統治下に入った。1745年にはダルマチア、クロアチア、スラボニアの3王国がハンガリー王官僚に復帰した。 しかし1777年には、ハンガリー王官僚から、イリュリアが切り離された。1772年から1795年に、かけてのポーランド分割の結果、ガリツヤが、ハプスブルク家領の北東端を構成するようになるが、ハンガリー王官僚の一部には編入されなかった。1774年に、オスマン帝国から割上された。 ブコビナもハンガリー王官僚には加わらなかった。マリアテレジア皇后の時代から1804年のオーストリア帝国建国の布告、ナポレオン戦争の時代に至るまでに、ハンガリー王官僚はより大きな統一谷であるオーストリア帝官僚の一部に埋没し、単一の両方集合体としての存在感をほとんど失っていた。ただし18世紀中央から19世紀初頭にあたる、 この時期、ウィーンの皇帝政府とハンガリー貴族との関係は大体において穏やかな関係を維持していた。1815年にはダルマチアがハンガリー用官僚から切り離された。1818 18年にはイリュリア王国が解体されてクロアチアスラボニア王国の一部となりハンガリー用官僚に復帰した。1849年には セルビア・ボイボディナがハンガリーから分離して両方として成立した。しかし1860年にはハンガリー王国とクロアチア・スラボニア王国の間で分割されている。1848年革命では相当数のハンガリー貴族層がハプスブルク帝国の支配体制からハンガリーを脱却させようと動いたためハプスブルク側はロシアの助けを借りて これを鎮圧した。しかしその後もハンガリー人は受動的な抵抗運動を続けた。1866年、オーストリアが広島戦争でプロイセンとイタリアに決定的な敗北を喫し、オーストリア皇帝の権威と権力が弱まったことが誰の目にも明らかになった時、ハンガリー人は県政の回復に向けて再び動き出した。 そして翌1867年のオーストリア・ハンガリー和今により重要かつ全般的な政治的情報を勝ち取った。単一国家オーストリア帝国は二重君主国家オーストリア・ハンガリー帝国に生まれ変わった。1867年から1918年にかけてのハンガリー王官僚は二重帝国内部において完全な独立国家の地位を保持した。 1867年以降、人々は二つに分割された帝国の双方の部分を帝国の側半分という形で呼ぶことにした。ただし、ハンガリー人の間では帝国という概念と結びつく、そのような呼び方は忌避されていた。主に、オーストリア側の観光庁では、二重帝国の双方を、ライタ側のこちら側と向こう側の地域という概念で捉え、 ラテン語風にツイスライタニエン及びトランスライタニエンと呼ぶことにした。二重帝国が1878年に占領し、1908年に併合したボスニア・ヘルツェゴビナは、双方の領域のどちらにも属さず、双方の共同管理区域とされた。1867年にハンガリー王国がトランシルバニアを併合した結果、ハンガリー王官僚を構成するのは、 ハンガリー王国、クロアチアスラボニア王国及び自由都市フィウメの3部分だけになった。1918年10月28日に、プラハでチェコスロバキア共和国の建国が宣言された際、同政府はスロバキア人の居住する上部ハンガリーを同共和国の半島に組み込むことを要求していた。1918年10月29日、今度は クロアチア議会がハンガリーとの連合関係を解消し、新国家スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国の独立を宣言した。続いて、トランシルバニアもルーマニアに併合された。10月31日、オーストリアとハンガリーを結びつけていた最後の国家的中隊が失われ、同時にオーストリア・ハンガリーも消滅した。サービシャ王女王社府という、タメーザーバナート、イン。 ハインリヒ・オーガスト・ピアラー、ユニバーサル、レクシコン・レア・ゲーガン・バルト・ウント・ファガンゲンハイト、BD-15、アルテンブルク1862、S883。ありがとうございます。